ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は怪力のスーパーウーマンについての話をするぜ。へえ、どのくらい怪力だったの？ある県にある歴史家はこう言ってる。北条政子と淀殿を足して X 倍するとこうなるそうだ。わお、それはすごい。それじゃその怪力ウーマンの人生とエグい最後について語っていくぜ。よろしくお願いします。今日の主役は6世紀の中世ヨーロッパが舞台だ。名前はなんて言うの？ブルンヒルデだ。名前からして荒々しい感じだけど、ブルンヒルデが活躍したのは日本で聖徳太子が生まれたくらいのあたり。なるほど、ずいぶん昔なのね。現在のフランスとドイツあたりを支配していたフランク王国の王妃だったんだぜ。あらまあ、やんごとないご身分じゃないの。大昔の人物だから史実が少ない。伝説が多い怪力女だ。その残虐さで歴史に名が残った。ニーベルンゲンという叙事詩にも怪力女として登場する。事実は小説よりきなりっていうしね。実際のブルンヒルデはしくじりまみれで非現実的だ。叙事詩で残虐ぶりを調整したって感じだぜ。まずは実在したブルンヒルデについて説明するぜ。お願いします。6世紀くらいのヨーロッパは群雄割拠の時代だ。ブルンヒルデは西ゴート王国の王女だった。怪力なんて聞くと農民出身かと思ったけど、王女様だったのね。伝説によればブルンヒルデは、槍投げや石投げで男を負かすくらい強かったそうだ。そんな王女を奥さんにした男性は大変ね。中世初期は粗野な時代だったからな。女性が強くても美徳だったのかもしれない。なるほど。肉体的にも男女同権か。ブルンヒルデは政略結婚する。フランク王国の一部を支配していたジギベルト一世の王妃となった。ここまでは平和だけど何が起こるの？騒動の発端はブルンヒルデの妹の結婚だった。彼女はブルンヒルデよりも美女だったそうだぜ。その相手が悪かった。ヒルペリヒという小国の王が強奪婚に近い形でブルンヒルデの妹を奪ったんだ。怪力のブルンヒルデと違って妹はか弱かったのかも。ヒルペリヒはすでに既婚だったんだが無理やり離婚してブルンヒルデの妹との結婚を強行した。それなのにヒルペリヒは新婚のとこで妻を惨殺するんだぜ。お気の毒ね。美女だったけどベッドでの相性が良くなかったとか。事件の陰に別の女あり、だ。前王妃の次女フレデグンテが黒幕だ。ちょっと待って、今回の主役はブルンヒルデよね？事件の黒幕はフレデグンテ。合ってる？その通り。名前がややこしいから注意が必要だぜ。ブルンヒルデは妹の遺産をめぐって義弟に戦いを仕掛けた。遺産絡みか、美女たちの戦いも生臭いわね。フレデグンテは成り上がりだから金には汚かったんだ。欲と権力が絡んだ戦争で、ブルンヒルデの夫は戦死。犬神家の一族みたい。おどろおどろしいわ。ブルンヒルデは未亡人の頑張りで義弟相手に戦い続けた。妹から王妃の座を奪った目かけも憎いしね。それな。成り上がりのフレデグンテはついに王妃の座を獲得した。王家出身のブルンヒルデは悔しかったでしょうね。ところが鉄の女ブルンヒルデはしくじりをやらかした。メロドラマにふさわしい禁断の恋だ。怪力の王妃の泣きどころね。ブルンヒルデは誰に恋したの？寝ても覚めても忘れない天敵ヒルペリヒの息子だ。あらまあ、イメージで言うと淀殿が家康の息子に恋しちゃうって感じ？まあそんな感じだ。ヒルペリヒの息子とはいえブルンヒルデの妹が産んだ子じゃなかったそうだけどな。どちらにしても敵将の息子と恋に落ちるのは非現実的ねえ。家臣たちの猛反対にあったのに、ブルンヒルデは結婚を強行しちゃったんだぜ。強引すぎて結婚式をしてくれる司教がいない。ブルンヒルデは司教の買収も辞さなかった。このあたりの強引さは中世的よね。権力者としてのブルンヒルデは失墜。ライバルのフレデグンテは大喜びだ。ブルンヒルデに買収された司教を血祭りにあげて、ライバルの失墜を祝ったそうだ。ライバルの首を魚に酒盛りした信長みたいだわ。この二人の女の戦いは結局、40年も続いた。今ほど長生きできなかった時代の40年、すごいわね。夫や息子、孫が死んでも、ブルンヒルデは権力に固執した。そして最後は、とんでもないエグい殺され方をしたんだぜ。そのあたりが気になるわ。その前にブルンヒルデをモデルにした叙事詩の話をするぜ。実際のブルンヒルデはあまりにタフで残虐だった。だからかえって物語にはそのまま投影できなかったんだ。でも実際のブルンヒルデをモデルにしたのね。いろいろな言い伝えを物語に投影させたんだろう。物語中のブルンヒルデは大変な美女でアウトドア派だったそうだ。怪力って巴御前みたいに戦争に行って強かったってこと？いや、競技大会でぶっちぎりの金メダルってイメージだ。へえ、槍投げ、幅跳び、重い石投げ。それがブルンヒルデの得意競技だったそうだ。あら、本当にオリンピックに出場できそうね。ブルンヒルデと結婚したいと願う男は多かった。だが結婚したいのなら全ての競技で彼女を打ち負かす必要があったんだ。求婚者に贈り物を持ってこいって命じたかぐや姫とはちょっと趣が違うわね。何しろ残酷な中世だ。
ブルンヒルデに挑んで負けた男はそのまま惨殺されたぜ。プロポーズも命がけね。強い女ブルンヒルデを征服したいって男は後を絶たなかった。ところが求婚者は皆犬死に。ご愁傷様です。しかしついにブルンヒルデを征服する男が現れた。とは言っても力で勝ったわけじゃない。ずるい手を使ったんだ。それ、教えてください。名前がややこしいから気をつけてくれよな。ブルンヒルデの夫となったのはブルグンド王のグンテルだ。ほんと、ややこしいわね。グンテルは凡庸な男だったけど美人の誉れ高い妹がいた。それで、グンテルはジークフリートという英雄に助力を求めたんだ。うまくいったら美人の妹をお前にやるよって餌を巻いてな。つまりブルンヒルデはジークフリートに任されたってこと？ジークフリートはブルンヒルデには惹かれなかったらしい。グンテルの妹と結婚したかったのさ。じゃ、どうしたの？ジークフリートの魔法でグンテルはブルンヒルデを打ち負かすことに成功。おとぎ話みたいだわ。確かにな。この辺りは童話にもなってるし。で、本来はめでたしめでたし、よね？二組のカップルが生まれたから、確かにここまではめでたい話だ。めでたく終わらなかった経緯を知りたいわ。それを今から話していくぜ。お願いします。ブルンヒルデはグンテルの妻となるためにブルグンド王国に到着した。グンテルは凡庸でも王だ。ブルンヒルデも王妃になったぜ。実際のブルンヒルデと同じ王妃様。何が問題だったのかしら。ブルンヒルデはもう一つのカップル、ジークフリートとグンテルの妹を目にする。幸せそうな二人にメラメラと嫉妬するんだ。グンテルは武男だったのかしら？かもしれない。ジークフリートは叙事詩に登場する英雄だしな。不機嫌がマックスに達したブルンヒルデは初夜のとこに入ることを断固拒否する。グンテルさん、お気の毒に。せっかく悪知恵で怪力女を妻にしたのに。もちろん、グンテルもあの手この手でブルンヒルデを物にしようと頑張った。うまくいかなかったの？グンテルがブルンヒルデの肌に触れようとするとブルンヒルデは大激怒。夫の手足を縛り上げて釘にかけて吊るしてしまったそうだ。グンテル、もう諦めた方がいいんじゃない？ところがこのグンテル、粘着性が高い男でな。せっかく手に入れたブルンヒルデをなんとか肉体的にも妻にしたいと策を練った。へぇ、今度はどんな策だったの？またしても、英雄ジークフリートに助力を頼んだ。また？恥を忍んで打ち明けたんだろう。驚いたことに頼まれたジークフリートの答えはイエス。はい？まさかベッドでも夫代行を務めたわけ？いや、ジークフリートはブルンヒルデのベッドに忍び込んで死力を尽くしたんだ。ここで負けたら女たちは皆思い上がって夫を見下すかもしれない。そう思って完投したっていうから面白いよな。肝心の夫婦のちぎりはどうなったのよ？ブルンヒルデがおとなしくなってからジークフリートはグンテルに役割をバトンタッチ。ブルンヒルデのバージンは夫に捧げられたってことになってる。実際はどうだったのかしら？ブルンヒルデのバージン役立つ問題で、この後のヨーロッパ中が大混乱になるんだぜ。あら、大変。ドロドロのメロドラマに絡んでくるのがジークフリートの妻だ。グンテルの妹で大変な美女だった人ね。そうだ。名前はクリームヒルト。彼女の発言がヨーロッパを揺るがしたんだぜ。そのセリフをぜひ教えて。クリームヒルトはブルンヒルデに衝撃の告白をする。あなたの処女を奪ったのは私の夫よってな。うわぁ、また余計なことを言ったわねー。ブルンヒルデはまたしても激おこぷんぷん丸だ。夫を愛していたとは思えない。だが夫以外の男に処女を奪われるのは我慢ならなかったらしい。中世における処女性ってやっぱりそんなに重要だったのかな。低層帯なんてあるからイメージとしてはそうかもしれない。地域によっては処女を失った妻に、夫はちょっとした贈り物をしたという伝承もある。処女喪失への対価が払われたケースも多かったらしいぜ。じゃ、やっぱり処女性は最重要案件だったのか。ある説によれば処女性が重んじられた理由はこうだ。試着室子の誕生が罪とされていたかららしい。娼婦の子供は悪魔扱いされて軽蔑の対象だったんだ。へぇ、意外だわ。結婚した時に処女じゃなかったら、別の男の子を身ごもってる可能性もある。なるほど。じゃ、ブルンヒルデが激怒したのもそっち？どうかな。ブルンヒルデの性格からすると、女同士のいがみ合いの方が強そうだ。そしてブルンヒルデはしくじった。怪力のブルンヒルデ、何をやらかしたの？ジークフリートに詰め寄って真相を探ろうとした。ジークフリートの答えはもちろん、俺はやってないだ。ブルンヒルデ、どう出た？ジークフリートの言葉は信じられないってわけで彼を惨殺。なんかもう、やけのやんぱちね。夫を殺されたクリームヒルトも激おこで復讐の鬼になったぜ。うわ、強いのはブルンヒルデだけじゃなかったのね。クリームヒルトは復讐のために蛮族の長の妻になり、そして兄の一族を皆殺しにした。あんたの一言が余分だったのよって言いたいけど。結局、クリームヒルトも憎まれて殺されて女児死はジエンドだ。女は男より強かったってメッセージはよく伝わったわ。ただしこの物語ではブルンヒルデの非業の死には触れてない。実像のブルンヒルデの最後を知りたい。
中世の逸話というのはとかく大げさに喧伝されがちなんだが、ブルンヒルデも属していたメロビング朝の人々は特に公職で残忍だ。ブルンヒルデもその一人に過ぎないってことね。同時代の聖職者は、ブルンヒルデは辛苦性のある残忍な女だったって断罪してる。ブルンヒルデって名前そのものにすでに残虐ってイメージがまとわりついてるんだ。叙事詩に書かれたみたいなエピソード、本当にあったのかしら。中世のフレスコ画には、妻が鞭を持って夫をいたぶってるシーンがある。初夜に抵抗して、夫をコテンパンにしたケースもあったのかもしれないぜ。ブルンヒルデはその様子を凝縮した序決だったわけだ。最後はどうなるんだっけ？彼女も残虐な死を遂げる。ライバルが産んだ息子によって殺されるんだぜ。映画にできそうなシナリオね。世界史にカール大帝とかシャルルマーニュって言われる王様がいるだろ？名前は知ってる。名前だけ聞けばいかにも優美な中世ヨーロッパの王様って感じだが、実際には蛮族とそんな変わらない連中だった。フォークやナイフなんかない時代だ。テーブルマナーなんてあったもんじゃなかった。食欲や性欲の赴くままに生きてたらしいぜ。上流階級でもそんな感じだったんだ。社会全体の貧しさが惨めすぎた時代だった。富や権力を貪欲に求めることが不徳じゃなかったのさ。ブルンヒルデみたいな女性が生まれる土壌はあったのね。権威ある歴史家も、この時代の動乱は二人の王妃の反目が原因だったって明記してるんだぜ。ところで中世のセックスの体にはキリスト教会が介入したって知ってるか？知らない。中世のある有名な神学者が主張してるんだ。セックスする時の望ましい体位ベスト5だぜ。めっちゃ興味深いわ。第5位は交配。第4位は即害。第3位が罪だ。このランキングを作った立派なお坊様は、理由までは書いてない。残念、理由も知りたいのに。第2位は対面立位だ。意外だわ。なんか罪深いイメージじゃないの。栄えある第1位は正常位だ。ま、妥当だよな。そしてセックスするときはできるだけ着衣のままがいいそうだぜ。キリスト教会のお坊様、そんなことまでご指南してくださるのね。キリスト教徒推奨の正常位は、イタリアでは宣教師風って呼ばれてるくらいだぜ。オーラルセックスは禁止。見つかったら懲役3年の大罪だった。そんなことまで介入されるの、やだわ。ま、見つからなきゃよかったんだろう。衛生状態は良いとは言えない中世だから妻はアロマオイルを体に塗りまくってた。ボディオイルなんてモダンだわ。メロビング朝やカロリング朝の貴族は大の肉好きだったから、ボディオイルは大衆対策だったのかもしれん。ブルンヒルデみたいな気性が激しい女性は、夜も激しそうだし、坊さんたちに隠れてよろしくやってたのかもな。ライバルの女に嘲笑されたブルンヒルデ、最後はどうなったの？まずは強行結婚した若い夫は殺される。やっぱりそうきたか。ブルンヒルデは反対者を粛清し続けたから、国内にも敵が多かったんだろう。またしても、フレデブンテが開催を叫ぶ事件が起きたのね。ところがフレデブンテの夫で、ブルンヒルデの生涯の敵だったヒルペリヒも死んでしまった。人を呪わば穴二つって感じ。ライバルのヒルペリヒが死んでブルンヒルデはまた奮い立ち、一時期は息子や孫に委ねていた権力を奪い返すんだぜ。本当にタフなのねー。そして二度あることは三度ありだ。今度こそブルンヒルデの強圧的な政治は失敗した。そして家臣たちに囚われてしまったのさ。悪運もここに尽きたのかも。散々残虐非道を繰り返してきたブルンヒルデの最後はまさに自業自得だ。そんなにむごかったんだ。拷問は3日間にわたって続けられ、どんな方法かわからないが、体中を引き伸ばされたという。重いものを体に乗せられたのかしらね。過酷な拷問だったんだろう。最後はブルンヒルデは全裸にひんむかれた。中世は王妃も裸にされちゃうエグい時代だわ。そして全裸のブルンヒルデは4頭の荒馬に逆さずりにされたそうだ。馬の失踪とともにブルンヒルデの死は吹っ飛んだ。ただの肉塊になったって話だ。痛い、聞いてるだけで痛い。家臣たちもかつての女主人に容赦ないのね。実はこの拷問を命じたのはフレデブンテの息子だった。うわぁ、本当に因縁話だわ。この時ブルンヒルデは60代だ。当時としては立派な老女だが落とし前をつけさせられたんだな。処刑された王妃だとマリー・アントワネットが有名でしょ？そうだな。どうせ処刑されるならギロチンの方がいいわ。3日間ぶっ続けの拷問の後に四肢引きちぎりは勘弁。60代の身で過酷な拷問に耐えたブルンヒルデもなかなかだな。除血は体力もあったのね。スポーツ万能説にも納得。ちなみにブルンヒルデはワーグナーのオペラにも登場する。ブルンヒルデのエグすぎる実像は隠されて、中世の神秘ってイメージに変更されているぜ。芸術家が二の足を踏むほど残酷だったのか。すごい話だわ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。